はい、お待たせいたしました。ニコニコ生放送深掘り TV 司会のジョーです。よろしくお願いいたします。今夜もですね、阿佐ヶ谷のクロチェットカフェから生配信なんですけど、ゲリラ豪雨でね、外はすごい雨なんですが、ゲリラ豪雨とは関係なく一人今日は遅れている方がいらっしゃいます。またカメラがターンしたらそれが誰なのかすぐに分かっていただけると思いますが、今夜はですね、引きこもりと孤独死というテーマで深掘りをさせていただきます。最近ね、8050問題というのがあって、この引きこもりの高齢化というのは皆さん、耳にしているんじゃないかなとは思いますが、結構ですね、今回の、参考テキストを事前に SNS、Twitter の方で紹介させていただいたんですけども、それもね、もう最終局面的なところまで来ていて、結構待ったなしの問題かなと思っております。普段ね、この深掘り TV 見ている方が40代50代の方多いんですけども、まさに今日のテーマ、ひょっとしたらご自身の身にいつ降りかかるかわからない問題として、当事者として見ていただければ幸いですが、若い方もこれも他人事ではありません。孤独死に関してはですね、若い方も増えておりますので、ぜひとも今日は全てのジェネレーションを通して最後まで番組見ていただけたら幸いです。なんとかね、この問題の脱出口をですね、探れたらと思っております。よろしくお願いいたします。というわけで、出演者紹介していきます。まずはレギュラー出演陣、ラッパーのダース・レイダーさんです。こんばんは、よろしくお願いします。あれ、やっぱり絵があれ、やっぱり絵があれ、もうなんかおかしいっすね。いや、今日はね、宮台さんが、この話をぜひしたいと。そうなんですよ、宮台さん企画なんですよ。で、なんだったら資料も宮台さんがこれを見ておいてください、この番組がを見ておくのが大事ですって、この本を読んどくといいですっていうのも宮台さんから、で、僕がね、これデジャブがありましてですね、別の番組でですね宮台さんがこの映画とこの映画は実は関連があって並べて語るとテーマがこう見えてくるんです、宮台さんがこう言った映画を語る、番組で宮台さんが現れなかった、やめてください、もしかしたら今日来ないかもしれないって前触れですか、それ一応そこをくぐり抜けて今日ここまで来てますから僕は一応びっくりする権利があると思ってます。そうですね、っつって絶対ありますよ。ドミュったやつ、ドミュるっていうのはもう宮台さんが来ないことをドミュるっていうんですね。皆さんね、宮台さんがいないってことに関しては割とね、そういうものだから、そう宮台さんそういう人だから、そうなんですよ、そういう人なんですよ、そうね、そういう人なんですけど、僕はそこからさらに、そのことについてびっくりしていくって、そういう人だっていうふうに、しかもね、なんだったらね、受け入れてるみんなには僕びっくりしてるから、確かにそうなんですよ、来たらありがたがってんのおかしいですからね、なんで受け入れてんのみたいな、おかしいですからね、だってご自身の提案でやってるんですよ、今日の会話。僕はだからもう受け入れてる人に会うためにもうびっくりする回数が増えますからね、我々の驚くことにね、いないことで存在する人、そんなことはないです、いないものはいないんですよ、そう困ったもんでございます、なんか概念としてとかね、いろいろ言いますけど、残念ながら概念としての宮台真司難しすぎるので確かにすごくこの難しいので、実物が喋ってくれた方がよっぽど分かりやすいです、ね、実存していただきたいな、実存していただきたいと思いますけど、さあ、ダースさんと言いますとですね、告知がもう早速ございまして、じゃん、こちらの方で、はい出ますでしょうか、映画の第2弾、おめでとうございます。ありがとうございます、ね、今年2本目ですから、すごいですよね今年2本目の映画です、もうこれ映画監督なんじゃないのこれみたいな、ね、いやすごいですよ、はい、ちょっと改めてこれどんな内容になるのか、これはですね、はい、僕とプチカシマさんの、去年の沖縄県知事選の取材 と、追加取材、主に辺野古のゲート前、などについての追加取材を合わせたドキュメンタリー映画になっています。タイトルが新ちむどんどんですね、はい、今編集中で、おそうですか、で劇版の録音が終わったぐらいのところ で、で今作ってるにもかかわらず8月17日公開なんです。いや大丈夫なんですかそれ、ね、結構怖くないですか、何年前とかから用意してるみたいなね、ね、企画何年とかってそうですよありますけど今まだ制作中まだ作ってるってこれはこれでね、なかなか痺れますよね、この、いや痺れますよ、この来ない宮台と同じぐらいの痺れ方は本当に間に合うのかみたいなこっちはこっちで結構ね、急ピースでやってるんですけど、なかなかいいものができてると思いますね。そういうことでございます、はい、期待してますというふうに、すごくね、やっぱこのタイミングでちょっと
っぱ沖縄去年が50年だったんですけども、まあ、この間の慰霊の日とかを踏まえてもね、あと遺骨収集の話とか、いろいろとやっぱり今考える問題がありますから、ちょっとぜひ8月の11日の夏に、はい、夏休み映画として、なるほど、はい、みんなに見ていただきたいと思います。はい、またぜひとも番組でも特集をさせて、はい、もう注意したら一応予告編とかね、あの外に出すタイミングで、なるほど、紹介していただきたい。ぜひともよろしくお願いいたします。はい。さて、隣は空いてますので、ひとまず紹介は飛ばしまして、今夜一日びっくりしていかないとね。一日びっくりしていかないと。すいません。今日は宮台さんの企画でこの方をお呼び立てしているんですが、呼び立てた本人が来ておりません。精神科医の、増田祐介先生です。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準レギュラー増田先生というふうに来てますが、もう多分4回目だと思います。ありがとうございます。番組調べによりますと、多分杉蔵さんと同じ回数ご出演していただいているということでございますが、宮台が呼び立てておいてまた来てないという、こういう時は我々どういうリアクションをするのがいいんですかね、宮台さんに対して。正解なんですかね。どうなんでしょうね、僕とかもう一周回ってもうそういうもんなのかなって思う。そういうもんでしかないんですよ。そうですね。宮台さんの欠席を分析してください。ADHD ね。増田先生のカウンセリングが必要とか、ね、不機嫌ドッキリしてください。ああ、なるほどね。あ、来たの増田先生、切れたふりをしてください。まあでもね、堂々と来ますよ、うん、そうですね、うん、はい、あーどうもどうもどうも、そうですね、いやいや、あそこ空いてる、そこ座っていいの、ね、確かに一回みんなでこうソース感してみるっていうの。いや、僕ね、だから前回が橋爪さんでね、先輩でしょ、はい、先輩なんですよ。この方に憧れて社会学者になったって言っておいて遅れてくるんですよ。だからね、もう誰も無理だと思います。無理でした、橋爪さんでこれなんだったら、多分もう小室直樹さんとかね、兵松渡さんクラスじゃないと無理なんじゃないかな。そうですね、うん、まあ、お師匠さんじゃないと無理だと。お母さんとか鍵かけて入れないっていうのを一回やってるのいいかもしれないですけどね。それをカメラで映すっていうね。宮田さんが来ないことを深掘りするとか、いや、そんな深掘りする内容でもないような気がするかもないんですけども。さあ、今日は、増田先生と一緒に引きこもりと孤独死について深掘りをしていきますが、まずは皆さんの属性を知るべくアンケートを3つ取らせていただこうと思っております。最初のアンケートは年齢からになりますね。まあ、先ほど言った通り、この引きこもりも高齢化が進んでいるということで、まさに普段ですと番組ユーザーがぴったりと当てはまってしまう症状ということになるんですが、まあ、増田さんの時は割と若い方が多いんですけどね、うん、まあ、そうですね、番組でもね、そうですね、うん、でも若い人でも実は全く例外ではないっていう、うん、そうなんですね、はい。さあ、今日のユーザーの皆さんの年齢の属性見てみましょう。こちらです。あ、やっぱ多いですね。若い人は多いな、いつも通り。いつもより10代が 2% ってね、うん、そうですね、40代がボリュームで 34.4%、 50代が続いて 25.0% ということで、その後が30代 19.8%、それ以外がまあ一桁台ですけども、今日は10代20代の方がいつもより多く見ていただいていると思います、うん、はい。さあ、続いては性別ジェンダーの、アンケート取らせてください。10代かよ。やっぱりね、増田先生 YouTube もやられてますから、はい、はい、ね、はい、どうですか YouTube の方は。どんな展開を。ぼち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 ですね。ぼちぼち。年齢層とかはどうなんですか、 YouTube の。 YouTube は40代の女性が多いんです。若い人あんま見ないですね。あ、そうですか、はい、TikTok とかになっちゃうってことなんですかね。うん、でも暗い話なんで、あんま若い人見ないんじゃないですか、ね、なるほどね、そういうことか。性別4択でお願いします。あ、 YouTube 見てるよという、ね、後でまたこっちのコメント欄の方にも増田先生の YouTube チャンネルのリンク出しておきますので、まだご覧になってない方はぜひともチャンネル登録してご覧いただければと思います。さあ、ジェンダーの4択です、この中から選んでください。結果早速見てみましょう。はい、男性がちょっと少ないのかな、男性の方がちょっと少なくて女性が半分ですね。男性 43.8% ということになります。
女性が若干多いです。さあそしてもう一つなんですが、これ増田先生からの問いかけになります。3つ目のアンケート出ますでしょうか。引きこもりに関してです。引きこもりの方では、精神科医に診療を受けた方がいいかといった問いだったと思いますね。そうですね、引きこもりの方は精神科を受診した方がいいと思いますかという問いです。引きこもりの方は精神科を受診した方がいいと思いますかという問いです。これはご自身が別に引きこもりでなくとも、した方がいいかどうかということを答えてください。1した方がいいと思う、2しなくていいと思う、3わからない。これダースさんどうですか。これはですね、実はね、番組前に少し増田さんの話を伺っていたので、やっぱり実はこれは受診してした方が改善するのかなという気はしますね。なるほどね、あら、はい、いらっしゃいました始まっております。はい、もう始めてます始まっております。今アンケート中です。今ちょうどアンケート中でございます。宮田さん、よかったらツイートリツイートをしていただいてよろしいでしょうか。すいません、宮田さんのリツイート。はい、宮田さん到着でございます。来た早いやん、今日は早いな。早くないよ早いってのは始まる前に来たら早いって。早いって日本語としておかしいでしょ。おかしいんですよ。遅刻が、遅刻の遅れた時間が早いっていうね。先生来たと。やっぱりすごいね、規定もどこに置くかね。早くもなるんだ。リツイート早く来たことになる。よろしくお願いします。相対性理論ですね、はい、観測の座標によって、はい、観測値が、ね、全部変わります、はい、スピードも変わるということ。はい、突っ込んでよ、ジョーさん、ダースさんって来てるんですよね、まあ、来たんでよしとしましょう、もう、はい。それでは増田先生からの質問、これですね。引きこもりの方は精神科を受診した方がいいと思うか、皆さんどんなふうに思ってらっしゃるのか、結果見てみましょう。こちらです。した方がいいと思うが 57.5%、 しなくていいと思うが 10%、 わからないが 32.5% ということになります。これ数字見て先生いかがですか。いや、事前に僕も YouTube の方でなんか投稿みたいなのがあってやってみたんですけど、それでも7割ぐらいの人が精神疾患も関係してるんじゃないかと答えてたんですよね。だから逆に言ったら3割ぐらいの人は、 YouTube を見てる人でも3割ぐらいの人は引きこもりは精神科とは関係ない、関係ない、関係ない。でここも4割ぐらいの人が関係ないと思ってるってことです。でもすごいですよね。だって増田さんをゲストに呼んで、このテーマで話しているのに関係ないという結論があるのかっていう逆にそこから逆算して考えると、いろいろこう、じゃあえみたいな感じやならないのかなじゃあ何のために来てくださいね、何のために呼んだんだっていうなる気もするんですけど、本的なツッコミに確かに繋がらなくもないんですけども、はい、ただすいません、としてはい、いいですか、お願いします。まあ引きこもりのね、まあ引きこもり師っていうんですが、孤独死の中の引きこもり死の現場ではね、精神科に受診してほしいなと思っても、本人が受診する気がない場合にはどうしようもないっていうことがまずありますよね。あともう一つ、以前斉藤珠樹さんがね、心理学化する社会っていう本で、まあ、心理学化っていうのは社会学でもよく使うんだけれども、本当は社会に問題があるのに本人の精神の問題だっていうふうに、まあ、帰属処理されてしまうことで、社会の問題が放置される可能性っていうのをやっぱ危惧しなければいけない、とはいうものの、しかしですね、社会の問題であるとはいえ、それで精神的なダメージ、例えば全くエネルギーが出ない状態になっているのであれば、まあ一定の、まあ、薬理的なねやり方でなんとかできる可能性は、まあ、めちゃめちゃあるということですよね。さあ改めてですね、今日はこのメンバーで引きこもり、そして孤独死、まあ、引きこもり死も含めてということになりますけども、お話をしていこうと思いますが、そもそも論で引きこもりってっていう定義から、見てみたいと思います。こちらの方は、引きこもり評価支援に関するガイドラインの方から抜粋をさせていただきました。画像の方出ますでしょうか。はい、引きこもりです。はい、画像の方出ると思いますが、
まあ、簡単に言うとですね、社会的な参加、まあ、これ学校に行くとか、それから仕事に行くとか、そういうことだと思いますけども、まあ、これを原則的に6ヶ月以上にわたって行ってなくて、まあ、概ね家庭にとどまっている状態というふうな定義をされています。その後、まあ、この原則として統合失調症の要請あるいはというのがまた続いていくんですけども、これ、増田先生、この定義で僕らは間違いないというか、まあ、そうですね、はいはいはい、こういう認識で大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。ちょっと後半のところが、分かりにくいのかなと思うんですけど、統合失調運転ね、はいはい、要請あるいはって、うん、ここはちょっと説明をしていただくことが可能でしょうか？そうなんですよね、うん、ここが僕も なんていうんですかね、さっきの話、さっきっていうかその収録前の話に戻るんですけど、そもそも僕引きこもりって言葉をあんまり使ったことないんですよね、医者になってから。で、僕の周りも引きこもりの話ってしたことがなくて、どちらかというと精神疾患の重症の人とか未治療の人で結果的に家に引きこもってるよねっていう人はたくさんいるんですよ。なるほどね。で、障害年金とかの診断書に書くときに引きこもりの状態があるかないかを書いてくださいってあるんですね、あれ、それをしっかり書くと年金の診断書が通りやすいっていうのがあるんですけど、なるほど。だから僕らってそういう認識であって、引きこもりっていうのはあくまで状態像でしかないので、病名ではない、病名じゃないんですよね。だからこれって世界的にも引きこもりって言葉はあんま使わないんですよ、そもそも、日本でできた言葉でそれが一人歩きしちゃって、さもなんか一つの現象のようになっちゃってる。だから自律神経失調症とか、今でいう HSP とかと似ていて、なんちゃって用語というか、なんかこれがあるおかげで、せいでかえってなんか問題ややこしくしてんじゃないかなって今回なんか思いましたね。なるほどね、すごい平たく言えば布団で寝ているみたいなのと同じようなことってことですか？そうですね、何かしらの症状がある人で布団で寝込んでいるっていうのは、だから寝込んでいるっていうのは自体病気ではないですね。だから多彩な症状だって言ってるんですよね、多彩な概念である、ってことは言葉として意味がなしてないってことなんで、いろんなものがだから家にいる人たちのことだけを指してるんで、それってな、何を言ってるかようわからんって感じですよ、ね、確かに。そもそもね、こう僕だから引きこもりって日本の概念なのかなと思って、あの 国際比較的なものを見たら、いわゆる似た症状の人はイタリアだったり韓国でもたくさんいて、要は家にいて、で対策を出てて、でも実は似た症状の人は韓国イタリアとか、まあ、いわゆる家族で一緒に住んでいる文化のところでは家に引きこもるけど、いわゆるもうすぐに家を出てって一人暮らしを始めるイギリスとかアメリカの場合は逆にホームレスになるケースが多い、同じような症状を抱えていても、で要はそれって単純にその家の形とかその住み方の形によって変わってるから、引きこもりっていう症状というよりはこの症状の人が家があれば引きこむ、家が全くないとホームレス化するとか。でもそれもね、斉藤玉木さん、まあ、初期引きこもり問題の専門家でしたよね。で引きこもりが登校拒否っていう言葉でね、話題になったのが90年頃ですね、で専門の文献を見ると、まあ、86年ぐらいから登校拒否に類するデータは観察されていて、マスコミが話題にしたのが、まあ、数年後90年代で、その後ですね、別に主体的に拒否してるわけじゃなくて行きたくても行けないんだっていうことで登校拒否が不登校っていうふうに名前を変えるんですよね。でそして、まあ、0年代に入る頃から、要は90年に入った頃に中学生だった引きこもり、まあ、登校拒否の人たちがそれでも社会に出られない、成人するわけですよね、15歳だったとすると25歳になってるわけだけれど、ってことで引きこもりとか、まあ、当時はね、社会的引きこもりとかっていう言葉が使われていました。斉藤先生、そういう言葉を使ってた、ね、そうで、その時に斉藤先生がおっしゃっていたのはね、ちょうど80年代を通じてね、僕もよく記憶しているんだけど、子供部屋が兄弟一人一人に与えられるような状態になるんですよね。で僕が子供の頃は、まあ、ちょっと金があるなしに関わらずありえなくて、子供部屋は一つで、そこで兄弟が二人三人いて、弟がラジカセ聞いてる横で勉強するみたいのが、ベッド二段ベッドだった、ね、そう、まあ、僕も二段ベッドですね、でしたよね、でまあ、例えば大学の寮生活っていうのも大体4人部屋6人部屋っていうふうにして、まあ、タコ部屋のような状態で
暮らしていた。そういう時にはね、斉藤さん曰く引きこもる場所がないので引きこもりはないっていうね、でそれを今ダさんがおっしゃって、まあ、0年代に入って韓国でも引きこもりが報告される。それは韓国でも要するにこもる子供部屋、家の構造が変わったっていう、まあ、子供部屋おじさんって言葉もね日本ではあるけれども、うん、そういう、まあ、部屋の余裕が出てきたので、現象として存在するようになった。言い換えると、引きこもる場所がなければ引きこもらないで外に出てホームレスになるっていうね、今大さんそれをおっしゃったんですよね、はい、今ちょうど年表を作ってきたんですけども、うん、96年に不登校者が10万人に突破したというのがこれ文科省の数字で出ました。2000年代にこの2つの事件を覚えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、新潟少女監禁事件というのが発覚しました。もともとこの新潟少女監禁事件というのは、起きたのは2090何年だったかな、まあ、9年ぐらい前の事件だと思うんですけど、まあ、引きこもりの犯人がずっと少女を部屋に監禁してたという事件が、まあ、後に発覚したのがこの1月28日で、同じ2000年に西鉄バスジャック事件というのがありました、まあ、この2つの事件をもして結構マスコミでですね、引きこもりという言葉がすごい使われたという印象がありますね。2009年には厚労省が引きこもり対策推進事業というのを創設、2010年代になりますと、まあ、今も使われておりますこの8050問題というのが言われるようになりました。2016年内閣府の引きこもり実態調査総計で100万人を超えるということで、まあ、この後書いてありませんが、2020年にコロナ禍がありまして、またそうした引きこもりの方というのは増えているのかもしれません。まあ、こんなような今歴史的な、ね、流れと、それから社会的なその家の構造みたいなものの変化という、うん、あとこの100万人にはね、やっぱ隠れデータがやっぱり随分あるだろうというふうに言われているんですよね、うん、つまり誰かが報告してくれないと行政は動かないので、うん、はい、家族、隣近所、親戚がなんかやばいらしいっていう報告がない人はデータとしては隠れてしまいます、うん、そうですね、うん、まあ、だからこれがまあ必ずしもエグザクトな数字ではないということですね、うん、これちなみに数字だけ先にパーンと見ていこうと思うんですが、3番出ますでしょうか。今のこの100万人を超えたというやつなんですが、年齢別に出ております。2016年のこの内閣府の数字、15歳から39歳という若い層で 54.1 万人、むしろ40代を超えた高齢者層が 61.3 万人という、で実は引きこもりというのはもうこの時のデータで若い人よりも40代を超えている高齢者の方が多いんだという、ちょっと驚きのデータが。そうですね、孤独死も同じで、はい、2020年現在ですと60歳未満の人が過半数なんですね、孤独死については。これが2010年だと65歳未満の人が過半数ということだったんで、まあ順調にっていう変ですけど若年化しているっていうことですね。そういうことですね、うん、さあそして次の資料、2019年の資料になりますが、引きこもりになった年齢というのも出ております。昔は、ね、その不登校というある意味若者に見られる現象だったような気がするんですが、2019年内閣府の調査によりますと、引きこもりになった年齢というのが39歳以下というのはもう半分以下なんですよね、うん、まあ、40代になってから引きこもる方の方が、40を過ぎてから引きこもる状態になった方の方が半数を超えているということで、まあ、まさにこの深掘り TV を見ている世代がいつこの引きこもり状態になるかわからないというようなことなのかもしれません。さあそしてもう一つ資料立て続けに見ていきましょう。5番です。中高年の引きこもりに関して内閣府の調査の結果見ていこうと思いますが、引きこもりの期間なんですが、7年以上がなんと 46.7% ということで、まあ、一度引きこもりになってしまいますと半数近くの方がですね、7年以上引きこもっているということで、まあ、中には30年以上というようなこともいらっしゃいます。でこの中高年の引きこもりのきっかけとしては多かったのが、まあ、退職ですね、仕事を辞めたのがきっかけ、それから人間関係がうまくいかなかったと病気が続いて 21.3%、 職場に馴染まなかったというのが 19.3% ですから、まあ、退職したということで、まあ、コロナ禍で仕事を失ったような方はですね、まあ、こうした中高年の引きこもりになる可能性も
この数字は示唆していると。このデータが2019年でしょ、はい、2019年です。で、まあ、この頃に NSP が引きこもりを特集をして、ね、ドラマも作ったんですけど、はい、これでまあ僕も驚いたのは、僕は思っていたのと違ったんです。つまり、うん、実はまあ40代50代いろんな理由で退職したとか、あるいは仕事がうまくいかずに、まあ、基本仕事に行けなくなったとかっていうことがきっかけで、引きこもってその後元に戻らなくなった。つまり大人になってから、もっと極端に言うとですね、これ番組で話題になっていたようなことだけれど、それまですごく明るく、まあ、それなりに人付き合いもちゃんとあって家族付き合いもあったっていう人が突然引きこもるっていうことがある。それは僕あんまり知らなくてね、若年の時に引きこもってずっと続いてるのかなと思ったら、この2018年19年あたりに、いやそうじゃないんだぞっていうデータが明らかになったっていうことなんですよね、うん、なので、増田先生に来ていただいているけど、やっぱりこれは、精神疾患、それは統合失調なのかうつなのかは僕にはよくわからないけれども、うん、やっぱりそういう、やっぱり病気があって、その病気のある種の病状の、あれつまり病気がもたらす現状の一環として引きこもりがあるんだっていう考え方が支持されているように思いますね。一応、うんうん、でもきっかけに関しては病気以外はある種の社会性に関することがトリガーにはなってますよね。でそれが症状を発生させる、あるいは重くさせるっていうことにはやっぱりつながっているっていう気はしますよね、うん、特にまあ、これ宮台さんもよく別の例で出す、その会社にある種 100% 帰属意識を持っている会社人間的な生活をしていた人っていうのがにとっての退職後っていうのが本当になんか何もなくなってしまう。でよくそのかつて所属していた会社の名刺をまだ持ってるとか、もともとどこどこの課長をやっておりましたみたいな、うん、だからピースボートに行った時の話だよね、うんうんうん、元三井物産なんとか部長っていう名刺を出てきて腰を抜かしたっていうことがでもそのそういう人ってやっぱり、うん、その今がないわけじゃないですか。そうだね。でその今がないっていう状態も非常にこうがまずいのかなっていう感じは受けますよね。ちょっと紹介するとね、はい、もうすぐ出ると思うんだけど、宝島新書から NHK スペシャルルポ中高年引きこもり親亡き後の現実、つまり8050、まあ、50問題を暗示してるんだけど、これがだからもうすぐ出るんですね。で、まあ、ゲラを読ませていただいて、NSP も見させていただいて、で、まあ、さっき言ったように、まあ、ちょっと驚いたっていうことがあるんですけれど、まず印象として言うとね、僕がよくここで言う、定年退職後に寝頭病になる人めちゃくちゃ多いでしょ、うんうん、そのまあだいぶ前から5、6年ぐらい前から時々学生の相談に乗ってきて、まあ、TikTok 見ると治るよみたいな話をして、まあ本当に治るんですけど、まあ実際みんなうまく生きてるようでいて、本当は細い丸太の一本橋を渡ってるようなもんで、だってスパッと足を滑らしてしまった瞬間にもうバランスが崩れると下に落ちるっていうようなイメージがこの本でしたよね。でそこでちょっと増田先生に伺いたいんだけど、こういう定年退職後に精神的なバランスを崩す、っていうのも例えば一部はうつ病というふうにカウントできるんでしょうか。まあ、うつ病からの症候群とか、うん、そういうアイデンティティの変化も、うん、まあすごいストレス状況と言われるので、うん、引っ越しうつとかもありますから、うん、まあ、うつ病の一種の可能性もありますよね、うん、でもさっきおっしゃってたその職場でうまくいかなかったってやつも意外といじめが多いんですね、大人のいじめが、うんうんうん、でもいじめって言葉は使われないだけで、うん、まあパワハラっていう言葉だったりとか、でもまあ結構虐待に近いような、うん、なんていうんですか、トラウマなんですよね。だからこれも、うん、なんか思うんですけど、トラウマの概念がめちゃくちゃ狭いんですよね、うんうん、僕らの使い、うん、
僕らっていうか今までの使い方って、うんうんうん、その死ぬような目に遭わないと、うん、トラウマと言わないみたいな感じなんですよ。そうですね、 いわゆる精神学の定義って、まあ、PTSD になるようにやってるんですね。でもフラッシュ冷静に考えてみると、そのいじめられた経験とか職場の時の嫌な経験とかをバッと思い出すってまさにフラッシュバックだし、うん、そこから鬱が来てるっていうのは、うん、PTSD の症状だし、うん、でその会社がの近くの駅に降りれないとか、その沿線には乗れない人とかいるんですよね、うん、それってまさに PTSD なので、だからそれってその精神医学的な問題なんですよね。だから精神科、今回の僕も、うん、呼んでいただいてから引きこもりのことを考え直したんですけども、はいはい、薬物治療をしない精神科医が多すぎて、うん、そこを精神科医はやってないんだよね、働いてないというか、そもそも、うん、それがも問題がありますよね。だから本来精神学的な問題なのに、精神科医は薬を出すだけが仕事だっていう形に振り切っちゃってて、働いてないっていう問題が僕はあるなって気づきましたけど、うん、こんなこと言っていいかどうかわかんないですけど、いやもうぜひもうガンガン言っちゃって、だからやっぱりその精神科の治療ってその3つの要素があるんですね、うん、薬物治療ですよね、うん、で2つ目はカウンセリング精神療法、うん、そして3つ目は社会的なアプローチって言って福祉の導入なんですよね、うん、だからこの引きこもりの問題ってこの3つの問題がすごく重層的に絡んでいて、うん、脳の問題もあればその親子問題だったり個人的な人間関係の問題ももちろんあるだろうし、あと社会的な問題もありますよね。どう考えても不景気の影響とか氷河期の影響とかね、だからここをちゃんと考えれる精神科医っていうのが、まあ、精神科医療の体制がない、だからうまくいってない。それは今回のコロナの問題ともすごく似てるなと思って、そのコロナも政治的な問題と経済的な問題とその生物学的な問題、つまりウイルスっていう概念を知ったりしてる、この3つを高い水準で理解している人間がその日本に少なかったっていうのが問題で、あのよく分かんない舵取りしちゃったわけで、まあ世界的にもいなかったってことが分かったんですけど、まあ引きこもりの問題もそんな感じがしますね。あの増田先生はね、まあ、たくさん動画配信しておられるけど、あの最近はかなりあの社会的な要因について言及あの言いお呼びされることが多いですよね。でその時に、まあ、僕は社会学者でもあるので、あの要は内的な要因、つまり心とか脳の要因と外的な要因、あのプレッシャーとかストレスっていうふうにおっしゃってますけど、あのその2つの要因であの病状が出来上がるのであると。でなので、あのいわゆるウイルスにかかったから病気になりましたみたいな、あの単純因果、あるいはあの要するに単に唯一の要因によってそれが起こるみたいなこととはちょっと違うってことをおっしゃってますよね。でそのことについての認識が精神科医にあまりないっていうふうに今おっしゃったっていうことでしょうかね。まあ、精神科医もないし、うん、社会もないから、社会もないね、なんか、なんかそんな感じはすごくしますね。まあ、今挙げた3つの中でその福祉的なサービスっていうものでなんとか解決するっていうけど、それは実はだから3つある項目のうち1つにリソースを 全振りして なんだったらそこだけでなんとかしようとしてるってい う、そうですよね、ことが、まあ、特に引きこもりの場合対策としてなされているのは役所による行政によるそのアプローチですよね。まあ、11番という資料出るんじゃないかなと思いますけど、引きこもり地域支援センターっていうのがあってね、まあ、割とここにもドラマとその今回宮台さんが教えていただいた映像、これあの NHK のやつはオンデマンドでまた見ることができるんで、番組ツイッターで出してますんでよかったら見ていただきたいんですけど、基本的にはこの地域の支援センターというのに、まあほぼ、まあ、言ってしまえば丸投げに近いっていう状況なのかもしれませんね。もともと都道府県それから政令指定都市というふうに言って、まあ、今は市町村の方でもこういうものが完備されているという状況なんですけど、ね、あの NSP 見ててもね、この職員さんが僕心配になっちゃいます。本当にまさに、うん、だってやっぱりその毎日ある種そのもしかしたら亡くなってるかもしれないっていうことを頭に抱えながら訪問して、うん、でそのガスが動いてない電気が動いてないっていう時にある種すごく緊張感が高まるっていう体験を繰り返してるわけですよね。でしかもね、実際にそのケアしてた人が亡くなってしまったら、うん、なんかもう
自分が悪かったんじゃないかって自責の念にもすごい駆られるわけですよね。なんかもっと何かができたんじゃないか、もっと何かができたんじゃないか。それをその職員に丸投げしているっていう状況は非常に不健全だなっていうのを見てて思いますよね。だからこの社会的なその福祉の方に関しても、まあ、対策は取っているんだろうけども、まあ、それがもう万全ではない。しかもこれあの実際に支援に行っている人からしてみるとね、本人が支援を望まない限り人権という問題があって勝手に病院には連れていけない、うん、でもこれ連れていかないともう見てて明らかに死んじゃうかもしれない、もう衰弱死が目の前まで迫っているんだけど中には踏み込めない。で役所で会議をするシーンが出てくるんですけど、いろんな科の人たちが集まって、うちの科もここは該当しないから引き取れない、うちも引き取れないっていうような、これ多分作った頃とまた今実存がまた合ってないっていうのがあるのかもしれませんけど、合ってないだから 法の隙間とかって言われてますけど、生活、ね、保護で網かけたいけど本人申請してない、強制措置入院、つまり措置入院を施したいけど他害や自害の可能性があるとまでは認められない。でそうするとあともう一つ、僕はタイの NGO でゼミやってますけど、そのお医者さんも参加しておられておっしゃってたのはね、と例えば8050問題でいうと、その母親が生きている時には高齢者医療っていうですね、一応行政の網掛けの中で、あの、まあ、お母さん、高齢のお母さんを見るという形でね、その50の息子のことも気にかけてあれこれ、声かけをしたり様子を見たりするってことをやるのでやるけれども、そのお母さん亡くなってしまうとその網掛けからも外れるので、もう訪問医療を行うこともできない。だからここはね、あのやっぱ行政的なあの法の隙間を埋める努力だけじゃやっぱ無理があるので、やっぱ法をね改正して、あの疑いがある、つまり、引きこもり、あるいはですね、まあ、もしかすると精神疾患を伺わせるような引きこもりによってセルフネグレクトによる死が、あるいは病気がもう差し迫っているって危険があるというふうに判断すれば、それはもうお医者さんの判断だと思うんだけど、でそうすれば踏み込めるっていうふうにしていただいた方がいいですよね。これは直ちに措置入院にするとかっていうことではなくて、行政がその指揮をまたげないっていうのはちょっとどうにもならないよね。これではない。ああ、これって、うん、やっぱ引きこもりって言葉ができた時に、うん、精神疾患への偏見が強すぎて、うん、エスケープみたいな形で引きこもりって言葉を使っちゃったのが、うん、やっぱり、まあ、仕方なかったのかもしれないなと思いますけど、やっぱりそこをもう一回その戻すってね、もう一回戻して、うん、精神疾患の偏見をもう一回なくして、うん、ちゃんと捉え直さないと議論がもうしにくいですよね、うん。で僕もなんか知らなかったんですよね。で最近なんか僕も引きこもりのその NPO の人から講演依頼があって、うん、団体の親の会みたいなのが、うん、なんか秋口にあるんですけど、うん、それでなんか精神科医の先生が断っちゃうみたいなんですよね、なんか見てくれないから、で初診も取ってくれないから困ってるんですとか言ってて、これも問題があるな。だからその薬を使わない治療になるんですよね。それを精神科医が放棄しちゃってるのは現実であるんじゃないかなと思ってて、都市部では東京とかだとそんなことはないなと思うんですけど、地方とかだと特にその傾向は強いと思ってて、いやあの来ないんでしょとか、受診来ないんでしょとか、薬じゃないでしょ、じゃあ精神科じゃないでしょみたいな形が多い気がしますね。それはなんか理由がでも今の松田さんが言ったその精神疾患に対するある種の偏見が社会的に強すぎるっていうのが、これ解消されてますか今2023年の今。いや、されてないと思いますよね。いや多分その結構僕もいろんなことが分かったというか、 YouTube やれるようになって分かったんですけど、まず心が脳だってみんな思ってないんですよね。心って脳なんで、そこの偏見というか、そこを受け入れるのが難しい人たちが 何人か結構いるんですよ。3割4割ぐらいが。だからその魂の問題でしょみたいな形になっちゃって、それ精神科医と関係ないよねとか、それって差別するつもりかみたいな感じになっちゃうんですよね。まあ
哲学の世界ではね、あの心の問題、心の問題って言って、あの初期の主流、初期っていうのはね、まあ、70年代80年代の段階ですと、まあ、大森章三さんっていうね有名な哲学者がいらっしゃって、僕もレクチャーを受けていましたけれども、あの心と脳は違うっていうふうに言うことが流行ってたんですよね。でその後遺症がてか、そんなに画的な影響力があるとも思えないけれども、一部のインテリさんはね、やっぱり心と脳は、つまり魂と脳神経は違うっていうね、考え方を従うというと、おそらくそれがね偏見の温床になっている可能性はある。脳神経の問題だというのか、私は健全だが、健全であった状態でいろんな問題を考えて、こうなっている、ああなっているっていうふうに、まあ言いたがるっていうね、あの現象学的な伝統っていうのがあります、うん、でもまあ要は福祉偏重の行政丸投げの今の引きこもりという言葉をあえて使う対策っていうものが実際問題として機能してないわけですよね、うん、機能してない以上、本当はその向き合い方を変える以外の選択肢が今この状況では続けてって改善する、この問題が解決します、この福祉に全振りして、で何だかそこの予算を増やしますとか人員を増やしますとかっていうことをやったら解決する問題ではないことは、うん、まあこの短い N スペを見てただけでも、うん、分かりますよね。分かりますね、うん、っていうことはこのアプローチで、さっき増田さんが言ったように、もしかしたらそのアプローチも一つは、3つの項目のうちの1つはそのアプローチは続けた方がいいかもしれないけれども、このアプローチだけで解決問題じゃないっていうところに立ち戻らないと、絶対解決不能なものをただ先送りして、で毎回なんかそのどうにもならなかった、どうにもならなかったって言って末端の職員さんたちが疲弊していくっていうものが目に見えているので、でこれ10年前に80/50って言って、今13年とか経って、まあ9353とかですよね、そうですね、9363とかですよね、だからこれあのこの先なんかもう全員いなくなるまでこの方向だと解決しない気がするんですよね、うん、で、うん、その全員いなくなるまでってかなりね重い言葉で、うん、あのまあ、熱海市のホームページに熱海市の現在の姿は、つまりあの地域の空洞化によっていろんな問題が生じているその姿は、うん、日本の30年後ですってことが書いてあったりする、まあですね、でつまり今の、まあ、ある種引きこもり等をめぐる、あるいはあの孤立孤独をめぐる状況って地域によって違うと思いますけれども、最も悪い地域が実は日本の未来そのものであるっていう可能性は非常にあると思うんです。で僕もね、あの2005年に、ね、一人団地の一室でっていうね、初めてあの孤独死を扱った時話台団地のドキュメンタリーがあるんですけれども、でこれをまあ自然館大学院というところでね、もうだからもう十数年間使ってきているのは、僕の考えではこれは日本の未来が常盤台団地のようになるっていうことであると同時に、もしかすると日本以外の国も、日本を追いかけて同じようになるっていう可能性があるからだよっていうふうに、まあ、ずっと言ってきているんですよね。だから本当にダーさんのおっしゃった通り、このままどんどん状況が進むというふうに、あのマクロには間違いなくそうなるというふうに思うので、で、まあ、個別やっぱそういう問題を、ね、抱えているかもしれないと思う皆さんはこの番組を見て、あの増田先生のアドバイスも聞いてですね、どういうその行政を頼らない、行政だけを頼らないどういう手があるのかということを考えてほしいし、あの特にあのお薬ですね、その薬理について言えば、例えばあのエネルギーが、まあ、力が湧かない状態、何をする気も起きないような状態、そういうふうな落ち方があった場合にはある程度薬理であのカウンセリングの手続きをそんなに長く取らなくてもね、まあ、それだけで改善することもありますよね。
おそらくその薬物療法以外にもそのリハビリの場所がないんですよね、だから良くなってきた後に例えば引きこもりの人のっていい時は出るけど突然出なくなることもあるみたいな感じで、そういうご家庭も多いと思うんですよ。で多分その出なくなる時はうつが悪化している時で、まあ、これは抗うつ薬でしっかり治せば上がってくるんですけど、その後にこうずっと引きこもってるがゆえ その、 なんていうの自己暗示状態というか洗脳状態というか特殊な精神状態になってたりとかするし、そのトラウマですよね、うまくいってないとか、その自分で自分を責めちゃったりとか、あと親子問題とかもあるんで、まあ、全ての人がそのじゃあ薬で治療したら社会復帰できるかっていうと僕はそうは思ってなくて、まあ、それは働けない人も一定数いるだろうと僕は思うんですけど、そのリハビリ場所というかそういう場所がなんか足りないんじゃないかなと思ってるんですよね。だからその教会とかそういう場所があったらいいっていうふうには僕は思わないんですよ、とは言っても。でももうちょっとそのあのみんなが集まれる場所とか、あのがないあった方がいいんじゃないかなと思ってるんですね。デイケアというかもうちょっと、それが日本って全然ないんじゃないかな、ないというかあるんですよね。あれですよね、確かその似たあの状態の人が何人か集まって、ね、そんな仕事をするわけでもなくみたいな、まあなんかパソコン開いて昔話をするみたいなところでのあるちょっと和んだなんかねキャプテン翼の話とかして、ああ知ってる知ってるみたいな、であの時間が実はすごくそのある種の効果的に見えるんですよね、その全体の番組構成の中でも。でこれって日本が広場的な場所だったり公園的な場所っていうものがある種パブリックスペースとして機能してないっていうのがあって、そこで普通になんか集まってのんびり過ごすっていう場所がないじゃないですか、全部何かしらの目的のための場所っていうふうになっちゃってるから、だからそのそうすると緊張感がどうしても伴ってしまうっていうか、何かをするための場所っていうことと、そこに行っていいのだろうかとか、そこにいるあの価値があるのだろうかっていうことに反問していくっていうことにつながっていっちゃうから、結構コミュニティ運営ってすごく難しくて、その NPO の人とか子どもの居場所のとこ作ってるとかいろいろあるんですけど、その利用者さんに対して支援者さんの割合が結構必要なんですよね。例えば10人利用者さんがいるんだったら、支援者さんは3か4ぐらい欲しいんですよね。それってお金かなり難しいんですよね。でも本当であればそういう場所があるといいんじゃないかなと僕は思いますけどね。なるほど。あの僕は80年代後半から90年代にかけてね、あの東南アジアとかインドとかを旅行すると、昼間から何もしないでぼーっと立っている大人たち、まあ、時々ボソボソって話しながら、いて、でやっぱり同じ頃あの沖縄のいろんな島巡りをすると、やっぱり何もしない大人たちっていうのが、あのただ立って談笑してるみたいな、そういう風景ってありましたよね。そうするとこれがあの増田先生のおっしゃるね、のある種リハビリ的な機能を果たす、つまりっていうか、もっと言うと何もしないでいい場所っていうのが、昔は共同体にしっかりやってありましたよね、高知とかね、高知行った時も昼間から、おじいちゃんの故郷、おじちゃんとおばちゃんがね飲んでるんですよ、集まってなんかテーブルとか出して、であれ何してんだろうって、別に何もしてないんですよね、で別にまあ要は しなきゃいけないことがないから、それをやってるわけで、その仕事があるとか、なんかその時間帯があるだけですごくクッションになるっていうか、まあ、僕あのびっくりしたのが、あのタクシーの運転手さんが、まあ、大体仕事前にここで一杯飲んでねって言って、あれ仕事ってこの人運転手じゃないのかとかちょっと思ったりしたんですけど、まあ、何を飲むとは言ってなかったから今確かにでもそういう場所って確かにリハビリですよね。だから目的ないん、あの、まあ、美味しいものを食べるっていうか、別にすごい美味しいものを食べるってある人もなくて、なんかあり合わせのものでありあせのお酒を飲ん でなんとなく一緒に座ってる人となんか喋ってるっていう、なんかコーチではその光景がやっぱりすごく
いい感じですよね、うんうん、それいつ頃の話ですか。いやこれつい最近ですね。最近です。あのコロナ明けだったのもあって、うん、割とみんななんか昼間から出て何もしてないでわーっと集まってて、うん、あなんかいいなこれっていうふうには思いましたね。いやだからね、うん、そのちょっと中長期で目でね、僕らもこういうもう一回この引きこもりに対して、まあ、一応引きこもりって言葉を使いますけども、うん、に対してさっきダースさんもおっしゃったみたいに、ね、もう一回ゼロベースでちょっと対策を考えなきゃいけない、うん、その部分とね、もう一つ、7番の資料出ますでしょうか、でこれを振ってちょっと休憩を入れてですね、会員限定コンテンツに行こうと思うんですけども、この NHK の中で出ていた数字です。これあの、まあ、引きこもりが続いてですね、まあ、親御さん、まあ、8050で言うと80の、まあ、そのご両親がもう亡くなった後にですね、結構亡くなっている方が、まあ、もう50代の方とかですね、亡くなっている方が多いんですよね。でこれはまあ栄養失調だったりというパターンも多いんですけども、まあ、これを引きこもり死というような言い方をしています。でこれ自治体にとったアンケートの数なんですが、引きこもり死の危険があるという答えが返ってきたのが333件もあるんですね。で、実際にですね、その後なんですが、支援に、乗り出さなかった人かな、っていうのが72人いました。で支援を難しくしている最大の理由は本人の支援拒否というのが 71.7% で、支援窓口に自ら相談に来たケースというのが 15.6% なんですね。だからなかなかですね、こう引きこもっている人たちが自分から支援には乗り出していかないというケースがあって、うん、まあ、この辺もね、あの実際にもう数を見てみると100万人を超えてる、引きこもり100万人を超えてるってことは、日本の人口ベースでいうと100人に1人ぐらいが引きこもりってことになるのかな、うん、っていう計算になりますから、もう今日これ見てくださっている中の人に確率の割合で言うとね、もう10人ぐらい引きこもりの方がいてもおかしくはないので、まあ、こういう人たちのためにもちょっと緊急に、実際に引きこもっている人たちに何ができるんだという話もまた後半していきたいと思います。私のちょっとつながりで補足すると、はいはい、この N スペの取材班がね、うん、書いたルポ中高年引きこもりの中で実はある重要な分析がなされているんですよね。でそれはなぜ本人がいろんなものを拒否するのか、支援拒否するのか、そもそも社会復帰を拒絶するのか、でそれはさっき増田先生がねおっしゃったその職場でのいじめを含めて、自分は脳なしであると、で脳なしであるがゆえに、人に迷惑をかけ、場合によってはそれでいびられ、であるいは自分はどう見ても社会のお荷物だなっていうふうに感じる。つまり何かしなければいけない、とすると何かをするときに有能である方がたっとい、無能であれば用済みである、そもそもいらないんだっていうような、そういう社会の在り方が彼らに社会復帰を拒絶させていると。でなのでそういうだから遠い話だけど、何もしないで、存在することができるような時空間があるということを含めてね、社会の隅々まで含めてお前は何ができるの、それによってどれだけ貢献できるの、それだけの資質あるいはリソースをお前にどれだけあるのみたいに問われる社会がある限り、残念だけれども、そのいわゆる社会復帰拒否あるいは社会参加拒否っていうのはなくならないだろうっていうね、そういうこれ重要な分析なんですよね、うん、これちょっとだから報告しておきます。はい、そうですね、うん、じゃあここで一旦休憩を入れて後半その話、うん、そしてまあちょっと緊急に我々何ができるのかという話もしていこうと思いますが、告知だけちょっとパッパッと2つ、もう一回ダースさんの映画が8月ですね、はい、はい、絶賛作業中です。8月11日公開、11日公開も決定しておりますんで、あとはもう作業が遅れないことを心から頑張ります祈るばかりでございま す。かなりギリギリの宣伝ですよねもう7月ですか。告知した方が内容について、宮台さん来てない時にやりました宮台さん自爆しましたね、今自爆しましたねでも予告編等々できたら、はい、番組でもまた紹介していただければと思います。はい、そしてもう一つなんですが、はい、去年はねダースさんと僕フジロック呼ばれたんですけども、
小さいんですが、今年は宮台さんと私が同じタイミングでジプシーアバロンのアトミック、はい、カフェの方のトークに出演させていただきます。宮台さんと僕はですね30日ですね、僕は29日も出演させていただくんですけど、宮台さんこれはあの今から家を出ますっていうのが30分前だと間に合わないと思います。わかりました。これ津田さんと一緒ですか？津田さんと一緒です。はい、何年かぶりですか？はい、ぜひとも、フジロック行かれる方はですね、またタイムテーブル発表になると思いますが、ぜひともジプシーアバロンのアトミックカフェトークの方来ていただけたら幸いです。じゃあここから5分休憩いただきます。その後は会員限定コンテンツです。